M18 インチ砲オクラホマシティの第45不評師団博物館の展示品 M18 インチ砲はアメリカ合衆国が1944年に正式化したカノン砲である。33,500ヤードの射程を持つ超射程砲として1940年6月より開発され1944年1月に正式化された。 同時期に開発が開始された M1240mm 榴弾砲と共通の砲が及び周辺機材を用いた大口径カノン砲として開発されたが重量的に 240mm 榴弾砲以上に課題であり軍が開発に当たり掲げた鉄道輸送以外の手段で輸送できるよう44000万4ポンドまでの重量の2つの部位に分割し2台の牽引車で路上を 時速25マイルで牽引できることという条件を過労じて満たせるもので運用上の制約が多く、また実際に完成した試作法は射撃精度や方針名数の低さといった問題を抱えていた。そのため、正式化されたものの大規模な発注が行われず、少数が生産され、アメリカ陸軍及びイギリス陸軍で運用されたのみで、 設計の改良作業中に終戦を迎えている。二百四十ミリメートル榴弾砲と同じく自走化したものとして m 二十六十戦車の車体を発展させたものに搭載した t 九十三二百三ミリメートル自走化の砲が開発されたが同様に試作に終わっている。第二次世界大戦後、アメリカ軍では八インチ重砲としては m 百十五二百三ミリメートル榴弾砲の 超方針化を目指すという方針を決定したため、本法の改良計画は打ち切られ、第二次世界大戦も早期に退役した。M に運搬台車に積載された状態の M18 インチ法の方針部分書源性能砲弾、創薬運用士。ありがとうございます。